イネアポリス視聴者の銅屋やね、パティナで覆われている2011年ポルトガル、リスボンにある年月を感じさせる、ポルトガル王女で一世イアドミラルティ王銅像2012、13年に、パティナが除去され、作られた時と同じように見える像。パティナとは、物質が色あせ、摩耗し、錆びるなどの経年変化した様子である。日本語では、古色という。石、銅。 制銅や似たような物質の酸化や化学的変化、木製家具の経年、摩耗、摩擦による変化、比較製品等の表層のうち、経年や暴露による変化を生じたものを言う。考古学者や地質学者、地形学者も古い石器の経年具合や地層の露出状況に言及する際パティナという用語を使用する。パティナはラテン語で 浅い皿を意味する言葉から来た言葉である。美術修復、建築、模倣品やレプリカの製作で、物理的、科学的に古色が施されることがある。こういった加工を古色仕上げという。具体的には、物理的にダメージ加工を施したり、柿渋や、ベンガラ、硝酸を塗布したり、ガンマー洗浄者などが行われる。 こういった技術は、絵画修復し、保存修復し、織物修復しなどの文化財の保存修復や、レプリカの作成に使われる。その一方で、岩作の製造にも悪用される。ありがとうございます。